東京で編集帰りに、和館さんという店つ、連れてっていただきました。和館というものかどうかわからないですが、韓国料理屋さんです。麻布十番というか、まあ、ほぼ赤羽橋のところですね。突き出しがあってすりおろしリンゴの美味しいサラダがありました。これ食べとかないとダメです。でこの浅漬けキムチなんですけど、これ美味しかったんですが、定番であるんでしょうかね、あちこち、で、間違いないサムギョプサルです。ニンニクもたっぷりで、ちょっと長めに取っておきました。先ほどきました。でこれ、かわいらしい娘さんが、お母さんが店やられてるんでしょうけど、娘さんが焼いていただけるんですが、結構カリカリに焼くんですね、これね。で、こういうものがあって、これに、挟んで食べると、これヘルシーで美味しかったです。ホルモンはこれなんか蜂の巣とかいろいろ入って、これ辛くて美味しかったです。でポテトの、チヂミですかね、なんかと、卵焼きと、卵焼きもなんかつけだれが、美味しくて、美味しい感じでございました。でチヂミ、定番のチヂミでございます。で、サムギョプサルをやった後に、これチャーハンで作ってくれるんですよね。その鉄板で旨味の詰まっただしがあって、とこれもう間違いなく美味しいやつですやんって言ってたんですけど、まあ間違いなく美味しかったですね。でこれがもう大好物、韓国行った時に大好物だったあのコムタンスープなんですよ。あの牛のサラダ、牛のスープですね。美味しかったです、このコムタンも。場所この辺です。いやこの辺行ったらもう全然ありです。本当に美味しかったです。また明日です。ありがとうございます。